おはようございます、工場長です。今日はなんとフライングタイガーさんのクリスマスお買い物ツアーにご招待していただいたので、そちらに行っていきたいと思います。なんかね、表参道ストア店に今回は行くんですけど、表参道ストア店がなんか何だったっけ、クリスマスグッズの始まり始まりらしいです。で、その後全国のフライングタイガーさんが10月の19だったっけな、ちょっとそのあたりだったと思うんですけど、今回10月の13日から表参道店は始まるみたいで、その表参道店、今日10月13日なんですけど、オープン前にお買い物を楽しめるということで行っていきたいと思います。動画撮影とか写真撮影とかも自由だそうなので、皆さんにも可愛いクリスマスグッズご紹介していけたらなと思います。そしてなんと今回お買い物ツアーということで、お買い物チケット1万円分もご用意していただいております。もうがっつりクリスマスグッズいっぱい買って楽しんでいきたいと思います。それでは行ってきます。工場長がデザインした布、国家 EC サイトにて先行販売中。着きました。お店の方到着しました。で、今日は私の他にもなんかいろんなクリエイターさんがいるみたいなので、ちょっと邪魔にならないよう買い物楽しんでいきたいと思います。今日は早くクリスマスを体験していただこうということでお呼びしました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは買い物楽しんでいきたいと思います。おすすめの商品みたいな注目の商品の紙をいただいたんですけど、これは絶対見たいよね。すっごい可愛いだけど、とりあえず入り口付近から攻めていこうかな。こういうのもいいよね。あ、見てこれ、宇宙飛行士さんみたいになってるサンタさんが、なかなか斬新じゃない？ツリーにつけるライト、これが光るんだ。普通のオーナメントじゃなくて、もうこれが光るみたい。めっちゃ可愛いねこれ。クリスマスカラーのキャンディーを入れたい。あ、見て、可愛いねこれ。ボブのさ、ご飯入れとかにもなるよね、ワンちゃんとか猫ちゃんの。あ、こっちも可愛いわ。マグカップエリアです。サンタさんの顔とサンタさんの下半身、これ頭と顔をつなげたらサンタさんになるんだ。ポッキーボール付きマグだって、なんか面白いね。こっちはジュエリー系だ。あ、何これ、かわいいダックスフンド。ジュエリーホルダー400円、安くない？でかいね。いつもさ、ちっちゃいのはよく見てたけど、こんな大きいのあるんだね。あ、すごい、宝箱みたいだ。あ、これあれだ、さっきの紙にあったやつ。ただの入れ物だと思ってたら、ちゃんと電源コードも入ってる。本当に冷えるのかな。ロッカーも意外と大きい。あの紙だと分かんなかったけどさ、見て、結構大きくない？アクセサリーボックスみたいな感じ。かわいいね、かわいい。なんだこれ、なんかさっきもマグカップあったけど、ピンク系のマグカップぞろいです。これもかわいい、かわいい。DIY キャンドル、このパーツを自分でこうはめて好きな形のキャンドルにしていくっていう感じみたい。これかわいいね。え、かわいい、これかわいいね。これもかわいい、リボン。え、かわいいな、これ何？ツリーにさ、くるくるするやつにも見えるけど、なんかいろんなことに使えるやつなんかな。あ、かわいい、ギフト系です。見て、トートバッグ、クリスマスに持って歩いたらかわいいだろうね。
あ、見て、かわいい。あ、かわいい。あ、かわいい。かわいい。見て、かわいい。ピアス。こっちもさ、かわいいね。プレゼントみたいな。あれ。あ、これもかわいい。え、これもかわいい。これもかわいい。これもかわいい。これはブローチかな。これめっちゃかわいくない？ブローチ。え、かわいい。これもかわいい。全部かわいい。あ、これうち使ってる。これめっちゃいいくって、後ろがゴムなので、置いたまんま泡立て器とかやっても全然これずれないので、すごい使いやすいボールです。これもちょっとさ、追加でちょっと欲しいな。ちょっと欲しい。安かったら買おうと思ったけど300円だって。めっちゃ安くない？これは買って帰ろうかな。こんな大きいの売ってるんだ。これいくらな。なんか大きさの割にはこんな値段でいけるんだね。大きい靴下は。こんなん下げてたら誰か入れてくれるのかな。あ、かわいい。あ、トナカイのマグカップもあるんだ。めっちゃ笑ってるじゃん。かわいいね。あ、雪だるまもある。あ、マグカップ多くない？もうさっきのでさ終わりだと思ってたんだけど、これかわいい。このドデカマグカップちょっと立体的なんだ。プリントだと思いきや少し浮き上がってる感じ、かわいいね。かわいいな。これお菓子の家もある。ジンジャーマンとか靴もあります。クリスマスツリーもあります。この辺かわいいな。どうしよう。まだね、買い物実はゼロなんですよ。一気に最後買おうかなって思ってるんですけど、めっちゃ迷う。マグカップが全部欲しい。どうしようかな。でもあんまりさ、うちのキッチンもマグカップ結構いっぱいでしまえないから、何個かに絞ってはいきたいんですけど、一回マグカップ決めをやっていきたいと思います。まず今の候補がこれ、ちょい候補がこれと、あの雪だるまと、その隣の水色のやつ。でも多分ちょい候補は結局後でダメってしなきゃいけないから、ここでの第一はこれで、あっちにも欲しいのがあって、これ、あとあっちにあるピンクのマグ、これとこれ。これピンク2つ可愛いから2つ欲しい。これもさ、可愛いよね。笑ってるサンタさん。なんか全部ピンクっていうのがいいよね。可愛い。あ、どうしよう。言うてでもこれ600円なんだよね。だからさ、普通に買っちゃおうわ。これもチケットでいただきます。可愛いもんね。ちょうどこの高さがさ、猫のご飯入れにはすごいいいよね。ちょっと大きすぎるかもしれないけど、しかもがっつりさ、安定感もあるからめちゃくちゃいいと思う。買い物終わったので家帰って開封します。それでは購入品紹介やっていきたいと思います。いや、めちゃくちゃ可愛かったですね。しかもさ、この袋もめちゃくちゃ可愛くない？これこっちの方はもうザ・クリスマスっていうサンタさんのトートバッグ、これはねもう買いました。トートバッグもいっぱい種類あって全部可愛かったね。それではそれでは、まずねこっちの方から見ていこうかなと思います。こっちは全部あの割れ物系でまとめてしまってくださったので、こちらを開封していこうと思います。やっぱ帰りのこと考えると、割れ物ってちょっとさドキドキするじゃないですか。うまく持って帰れるかなとか。だから一応今回3つに抑えたんですけど、いや、これはまた買いに行かなきゃいけないですね。まずはこちらでーす。ボブへのお土産。可愛くない？ほんと可愛い。そしてこちら、じゃじゃーん。やっぱこれだよね。これで600円。安いよね。マグカップでさ、このサイズって言ったら結構普通に1500円とか1200、1500は普通にする金額だと思うんですけど、まさかのまさか600円。そしてもう一個、じゃーん。サンタさんの笑ってるやつ。
これも可愛いよね。この表情が何とも言えなく可愛いの。それでは続いてこちらの袋の方開けていきたいと思います。買い物が楽しすぎて10時オープン前が10時から11時の間でクリスマスお買い物ツアーを貸し切り状態でやらせていただいてたんですけど、全然時間足りなくて、途中オープンしてからも結構楽しんでたから動画途中撮れてなかったと思うんですけど、こんなの見つけたの。シーリングスタンプのやつ。これがさ、カンカンに入ってて、これがまた可愛いですよね。で、中にセットが入ってるんでしょ？うわ、可愛い。おしゃれですね。こういうやつね。こういうやつでーす。あ、作り方こういう感じなんだ。なんかさ、シーリングスタンプってこういうローみたいなのがあって、それを砕いて、ちっちゃいさ、スプーンみたいので溶かして、こう垂らしてペンってやるっていう、私はそういうやり方をさ、インスタとかなんかショート動画系で見てたんですけど、これはここがろうそくみたいにもうなってるから、ここにもう火をつけて、でそのまま垂らしてケイってこれを押すんだって。だからそういう溶かす道具とかいらなくて、これとあとは火をつければっていう感じで気軽にできそうで嬉しいね。続いてこちら飾り物でーす。じゃん、こういうキラキラの葉っぱのやつ。一応毎年クリスマスツリー出しているので、その飾りに追加してみようかなと思って買ってみました。おしゃれじゃない？続いてこれも絶対かわいいと思って買っちゃったよ。わー、かわいい、かわいいね待って、かわいいんだけど、これを、そうか、これをさ、もう好きな形のやつをはめていくっていう感じなんだね。こうだったり、いや、これ一番下にしたいな。これをはめてとかさ。で、次何色はめようかなっていう感じね。可愛くない？いや、可愛いわ。こういう感じで楽しむみたい。続いて、てってれーん。ロッカー。めちゃくちゃ可愛くない？最近ロッカーって流行ってますよね。かわいい。フックがついててアクセサリーをかけられるようになってます。で、下にはこれは何だろう。あ、ロッカーの鍵だ。鍵をつけるとこんな感じです。よいしょ。この鍵はロッカーの中にかけとこうかな。かわいいね。それでは次が最後です。これはさ、欲しくなっちゃうよね。じゃーん、コスメ用の冷蔵庫。うわ、ねえ、かわいいわ。この写真で見るよりも断然かわいい。色見て、めっちゃかわいくないですか。ちょうどこのロッカーと合わせておいたらすっごく合う色になってます。で、後ろの方には電源もついています。え、すごいね。ちゃんとしっかりしてるわ。ではこの中身どうなっているでしょうか。オープン。じゃん。うわ、冷蔵庫じゃんめっちゃ可愛いね。これはどこにつけるんだろう。ここだ。これめっちゃ可愛くない？コンセントあるでしょ。であとね、一応デコするようにステッカーも入っています。そしてコンセントは USB に挿すタイプです。コンセント入れたので、このスイッチオンにしていきます。せーの、オン。うわ、冷蔵庫の音だ一応説明書には食品用ではないので食品には使わないでくださいって書いてあります。あ、冷たくなってる。すごいすごいすごい本当に冷蔵庫だ。え、すごいね。いや、本格的だわ。えい。めっちゃ可愛いし、しっかりパチンって閉まるのもいいですよね。ということで、今日はフライングタイガーのクリスマス商品ご紹介していきました。いかがでしたでしょうか？いや、本当に全部可愛かったですね。で、特にさ、マグカップ、お値段もかなりお手頃だと思うし、デザインも本当にどれも可愛いので、ぜひ見に行ってほしいなって思います。
本当に可愛かった。他にも DIY 商品も今回は2つしか買ってないんですけど、まだまだたくさんあったし、あと飾り系のもの、デコレーション系のものもまだまだいっぱいあったし、そして今日から表参道は10月13からクリスマス商品スタートしたんですけど、これからもっとクリスマス商品増えるそうなので、皆さんもぜひフライングタイガーもう近く寄ったら立ち寄ってみてください。そんな感じ。いやーほんとかわいいもうかわいいなー。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。